さんなのでね、一世といえば。なので春秋のセット、一世の神々敬意を表して神々とつながれますように。今サンゴ取れませんよね、貴重みたいなんですけど。伊勢神宮は下空から参りましょう。何て話ですか？曲がった池？お手に入れします。神々しい。はい、この鳥居の前で一礼をいたします。一礼いたしましょう。必ず鳥居の前では一礼をしてからくぐるようにいたしましょう。え、今日は平日なんで人がすごく少なくて静かに行くことができます。これは原江堂という和室です。祭典が行われる前にここで神様と光のこのコントラストがなんて美しいんだ。神々しい。白石の時にはなんかこのでっかい張ってるとこで石をいただいてお祓いをしてもらってから行くみたいですよ。御神木とかすごいでっかい。見えた、三国に見えて美しい下空の。とにかくどこを落としても綺麗。ほとんど人がいまして正面からは撮れないんでね。はい、じゃあ参ってきます。でこっちが今のところ、こっちね。で次の線がこっちなんですけど、こっちに映るの。こういう風に隣持ってる交互に線具していくっていうのが特徴。20年後の線具、こっちが次の社殿が建つ場所です。お祓いされるんでね、あんまりここで手をかざすとかやることを言ってる人がいて、亀の形をしてるので亀でした。地面を大地を守られる神様。こちらが風の宮ということになります。風の宮でございますよ皆さん。ここ風の宮さんね。風の宮がなんでパワースポットかっていうと、現行的に風を吹かした品津彦のことが風の宮の最初に内宮にも風の宮の宮、そこにもこれから行きます。あ、回り方ね、大体そういう感じ。岐阜の西宮と風の宮とか土の宮を回ってから内宮に行くって感じです。内宮に行ったらまず五十鈴川でみそぎをします。みそぎをやってから西宮を参拝して荒祭の宮と風の宮の宮を参拝すればいい回り方になると思います。約2時間で岐阜内宮すべてを網羅しようという参拝です。はい、亀石を渡りました。そこの三石のところで決して無礼は働かないように手をかざすといい。適当に誰かが言ってるだけなんで多分あまり関係ないと思う。あそこお祓いする場所です。普通に手をかざすとかそういうものや、何よりもやっぱり信仰心が一番大事なんで。うっそうとした森、ここを抜けて今駐車場に向かってます。あそこから内宮です。2時間縛りで行きます。こちら三毛殿でございます。はい、三毛殿ね。三毛殿っていうのは天照大神様のお食事を作られる場所でございます。なぜお食事かと言いますと、こちらの月光の神様は豊受けの狼様がお祭りになっておられましてね、豊受けの狼様は天照大神様のお食事を基本的に担当される方というので、もともと若さの神社
さんにいらっしゃった神様を最初内宮がまあできるわけですけれども、その後外宮さんね、私豊受けの狼にも来てほしいわと、まあ、そういうご神託が下られたということで、天照さんのそのご意向を通じですね、こちらの方に外宮さんがお祭りになられた。そして先ほどの御家殿の方でお食事を担当されていらっしゃる、ちょっとしたプチ知識でございました。じゃあいよいよ出口見えてまいりました。それから内宮です。どうしよう。真珠の御木本道路を通っております。はい、宇治橋に来ました。宇治橋、イエイ。伊勢神宮っていう正式な皇太神宮、水仁天皇の26年の水仁天皇皇女の大和姫さんがここに沈んでおられます。木津川、右側通行、帰りはもう右側通行なので、帰りの人たちは反対側を通っていくんですけれども、こっち側にね、なんか味噌り場があって、ね、これから清流の方に向かっていきます。わあ、綺麗だな。本当に素敵だ。めっちゃ深刻日本の癒やさか。伊勢神宮のお参りするときっていうのは、個人的なお参りは基本的に NG です。例えば国家のために祈るとか、世の中のために祈るとかね、基本的な、そういうためのお宮さんやから、神国日本、いやさかな、そういう気持ちでお参りしなきゃいけないですよ、内宮さん。自分の個人的なお参りではダメですよ。我欲はダメです。清らかな心で、無欲の心でお参りしましょう。無私の精神です。私はそういうつもりで今日来てるので。天下国家のために、天下の安寧のために祈ります。手水書があるんですけど、今回はね、そこはスルーしてですね、ちゃんと今回正しい回り方、伊勢神宮の正しい回り方、ちゃんと伊勢津川で水着を行ってから参ります。2時間縛りで、下空から内宮まで正しい、参拝の仕方で、お参りが2時間で、今度お手水できる場所ですね。伊勢津川には入らないでくださいって書いてあるんで、水着はしなきゃください。これはね、あっちの宇治橋から見える、あそこでちゃんとちゃんとした指導者のもとになってくださいね。危険なんで。はい、じゃあ今から天水先の伊勢津川でございます。あっちに手水舎もあったけど、やっぱりここでお手水したよね、したよね。ここでしないとね。ここで大和姫の御事がこのモスソをねこう濡らしたってこと、モスソ川とも言うらしいですよ、なんか。はい、じゃあなんかこのせせらぎの流れを見てるだけで身も心も清められそうな、この美しさでございますね。川の底の後にやっております。ここでみそぎ、この海上の方でやってますわ。いつもみそぎ教習みたいな、すごい綺麗なんだけど。でね、それをね、今ね、写真撮ってもらってたらさ、なんか風がさ、ちょっと吹いてきて、やっぱりさ、伊勢の風っていうのあるよね。2時間で、下空か内空でちゃんと回る順番を今言ってます。宇治橋渡って今、伊勢津川で禊をしました。でそこから今西宮の方に向かってます。西宮に行ってから荒祭りのお宮さんの方に行くんで、将軍はね、天照大神の右御霊が祀られてる。荒祭りの宮は天照大神さんの荒御霊が祀られてる。実は将軍の方ではね、天下国家のことをお参りしなさいって言ったけど、荒御霊さんの方はどっちかっていうと人に近いから、もうすごく、でもすごい荒々しい、人間に直接働きかける力を持ってるから、リアルな自分の
願い事って荒祭さんの方に行ってやるんです。うん、ハライドでございます。あ、キラーご神格だわ、すごい。結構みんなが触るから通行になっちゃう。相手が勝負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 、左手がアラマスの皆さん、まずは勝負から、その後がアラマスの宮の方に行くので、めっちゃでっかいんだけど、分かる、私の手と比べて。あんま分かんないか、遠近法がちょっと違うな、違うな。あのね、上の方ね、こうぐるぐるって巻いてた、ゼロ磁場だからとかっていうね、なんか古代の人こういうのを感覚的に分かったよ。断層だと磁場がないとことか、そういう特殊な磁場のところっていうのが昔の人は感覚で分かったみたいですよね。だからここを封じるとか、ここを沈んでるとか、なんかそういうのが分かったみたいです。すごいですよね、昔の人の、日本人のその神々こういうね、ぐるぐるって、まあ、これそんなにあれやけど、でも上の方まで行くとやっぱ巻いてきてて、木のこの筋がぐるぐるっと巻いてるんですよ、この御神木の。こういうのは磁場がないとこ特有らしい。ここはね、アラマスの村の妖怪なんですって。ここからはい、そう、今日は行きます。アラマスに行きます。こういう建物がちょこちょこと並んでいますが、ミシネのミクラと書いてますけど、もともとはまあ稲とか入れたんでしょう。キーブ入れたりとか、このゲヘルなんかそういったサイキブとか入れたりとか、こういうものが立ち並んでいます。なんか誰もいなくなっちゃったんですけど。私だけなんですけど、ちょっと嬉しいね、一人で参拝。正午からさ、ずっと降りてくると、ここにね、こういうちょっと変わった食べ出しがあるんですね。で、これがなんか、ふまずの石とか言われてて、ふむなと。天から降りてきた石だっていうようなことを、なんか言う人もいます。というわけで、あら祭りの宮に来ました。こちらは天照神神のあらみたまが祀られています。ご自身のリアルな、願いを叶えてくださいと思います。しっかりここで自分自身の身近な、願いについてね、お話をお参りをいたしましょう。一番パワーが強いですね。あのトランス状態、今全く人がいないんで、シーンと静まり返っている中でお参りをさせていただきました。神秘的でした。っていうかさ、こんだけ人がいないってさ、珍しいですよね。誰もいない伊勢神宮ってご存知？なんかすごく贅沢な時間ですよ。おすすめはね、平日の午後4時から午後6時にかけて、夏場は6時まで空いてるみたいな、2時間縛りコース。これから風の宮の宮に行きます。私一人だけだよ。午後5時半。冬になると暗くなるから気をつけてくださいね。4時から。冬だともうちょっと早いペースで回ってください。風日の宮の宮。ここの神様はね、すごい力が強いの。現行の風を、神風を吹かせた神様として知られています。片日の宮の宮。すごーい、綺麗。
私、風日の宮の宮は初めて来るんですよね。ここはでも絶対来た方がいいよってずっと言われてたんで、今日初めて来れたんですごく嬉しいです。この、参拝を今満喫させていただいております。あー、なんて美しいんでしょう。素晴らしい。こちら手前が、社殿地かな。あちらが今の、天狗湖というのがこれ変わるんですよ、場所がね。ここが元寇のを神風吹かせた神様で、品津彦さんが祀られてて、すごく力が強いらしい。見事に来てるんだ、マジですごい。風日の宮、今参拝終わりました。ここでラストコンプリートです。2時間で全部回りました。4時から6時までギリギリまでです。誰も今人がいません。ここの風日の宮は、荒祭りの宮もすごく、荒御霊様なのですごく力が強いんですけど、ここの風日の宮さんは知っておられる方は結構皆さんここはすごく力があるからお参りした方がいいよっていうふうによく勧めてもらってたんだけど、今日初めてだな、お参りしたの。というわけで現時点で、はい、4時から始めた参拝です。月空からですね、今現在5時52分ギリギリ、閉門8分前に、参拝コンプリートをいたしました。2時間で、月空から参拝することができます。順番、参拝順路はまず月空から始めましょう。月空の、将軍をお参りしてから、それから風の宮を参拝して、風の宮、土の宮を参拝してから 内宮に移動します。内宮のまず、将軍を参拝してから荒祭りの宮、から風日の宮、将軍の前に先にあるだ五十鈴川での、みそぎですね。それをちゃんとしなければいけません。それから将軍に行って、それから荒祭りの宮で風日の南宮に行きます。もしか赤福本店に時間が空いてたら行きたいな。4時半に着いて、で6時に今参拝終わった。1時間半縛りできますよ、可能です。せっかくね、日本人に言われたならばやっぱり伊勢神宮にお参りして、でお参りするときには正しい知識を持って正しい順番でお参りをするとよりありがたいご神徳をいただけると思うので、ぜひ今日やったお参りの仕方で参考に、お伊勢さん難しいなって思ってある人は大丈夫ですよ、やってみてください。きっとあなたの人生が開けるんじゃないでしょうか。いるみたいなんですけどね、今日は不在ですね。まあ見上げ方っていう記憶が。今私は宇治橋の上、神社の関係の方々とか、あと一般の方々で瞑想芸教師を受ける方なんかは、さっき岸は見られなかったんだけど、ミーバー通行だしね、今ねコロナのせいで。でここが今五十鈴川渡ってますけど、宇治橋のね、でこの下の河原で禊ぎをねされるという五十鈴川が見えておりますが、禊ぎをされる時はね必ず、取り船のをやってから、振り玉でこの椅子の下の方にこう手をこう払い玉へ清めたら払い玉へ清めたら国男たちの神やっていうのをやらないといけないわけですよ。みそぎの時はちゃんとそういう儀礼があるので、道彦の方に従ってやりましょう。新国日本、いやさか新国日本の注意点、注意点はお払い待ちがね、もうね人がいなくなっちゃうの、店が閉まっちゃうしね、神社が人がいないのはいいんだけど、ここもお店全部閉まっちゃうので、最後何か食べて帰りたいなとかお土産買って帰りたいなっていう方は注意ね。鳥しかいない、なんかすごい鳥だ。やろうと思えばできるね。下空から内宮まで1時間半ついてましたね、いろいろ。お伊勢さん貸し切りみたいな感じの。
ほとんど全く人がいないっていう。いやそうかな、綺麗だったしね、良かったです。皆さんもぜひやってみてください。1時間半で回れます。月空内空ちゃんと正しい参拝方法で回ればしっかりとしたご神徳をいただきます。心を込めてお祈りをいたしましょう。はい、どうもお付き合いありがとうございました。